ペンズハーストの初代ハーディング男爵チャールズ・ハーディングは、イギリスの外交官、政治家、貴族。1910年から1916年にかけて、インド総督を務め、融和的な統治を行った。またデリーへの戦闘を行った。保守党の政治家である、第2代、ハーディング死爵チャールズ・ハーディングとその妻ラビニアの、間の次男として生まれる。 祖父にあたる初代ハーディング施策ヘンリー・ハーディングもインド総督だった。ハーロー校を経てケンブリッジ大学トリニティ・カレッジへ進学した。1880年から外交官となる。中ロシア大使館に初期官として勤務。一等初期官だった頃の1901年11月から12月にかけては日本の伊藤博文の放浪に関する情報を。 英国本国の外相第五代ランズダウン公爵、ヘンリー・ペティ・フィッツに送っている。伊藤とロシア外相、ウラジーミル・ラムスドルフの会見の後には、ラムズドルフ博によると、伊藤公は日本の長老政治家を代表する大した人物であったとの印象を受けたようです。ただ、伊藤公は英語しか話せず、ラムズドルフ博は英語があまり得意ではないので会見は困難だったようですが、 白爵は伊藤公の訪問が単なる私的なものであると断言しておりますが、日本の政治家とつながりを持てたのは極めて有益であったとも述べておりますと報告している。外務事務次官補だった1903年4月から5月にかけては国王エドワード7世のポルトガル、イタリア、バチカン歴法に同行した。1904年から1906年にかけては、 在ロシア大使を務めた。1905年12月に自由党への政権交代があり、第3代順弾尺エドワード・グレイが外省に就任すると、1906年1月にロンドンに呼び戻され、グレイの補佐役として外務省事務次官に就任した。1906年から1910年まで在職した。グレイからもエドワード7世からも厚く信頼され、 手元に置いときたがられる人材だった。1910年7月21日には、連合王国貴族社会ペンズファーストのハーディング、男爵に除され、貴族院議員に列した。総督ハーディング卿暗殺未遂事件を描いた絵。1910年11月に、インド福岡県総督民党卿の辞職に伴って、その公認の総督に就任した。この人選は、首相、 アスキスの推挙によるものであり、国王ジョージ五世がハーディングを手元に置きたがって、いたのをアスキスが説得したという経緯だった。彼の統治は、インドナショナリズムに対して優和的であり、就任早々にインドナショナリズムの評判が悪い、全然相督カーゾン教のベンガル分割計画を中止させた。また、英露教唱により、ロシアの脅威がなくなったことを受けて、 軍事費の一部を教育など国内政治に回し、アリーガルムスリム大学やバナーラスヒンズー大学の創設を行った。また以前から首都として、不向きと言われていたカルカッタからデリーへの戦闘を行った。デリーが夏用の首都、シムラに近いからだったが、反政府活動家の拠点となっているカルカッタから離れる意図もあった。1911年には、 本国のインド担当大臣エドウィン・サミュエル・モンタギューに、当てて、インドで、唯一可能な解決策は、帝国関係事項を管轄する営業、インド帝国政府の会に各州を置き、それに大幅に自治権を与えることであると提案し、本国の保守派の強い批判を招いた。1911年には新英国王、インド皇帝ジョージ五世を招いてのダルバールを挙行した。 1912年に新首都デリーに入った際に、テロリストに爆弾を投げつけられた。破片が体に食い込み、また、爆発音で鼓膜が破れる重傷を負った。彼の妻はこの事件のショックが原因で後に、死去してしまった。しかしハーディングは報復処置を取らず、むしろこれを機に、インド国民会議など、インドナショナリズム勢力への接近を図った。 1913年には大英帝国自治領南アフリカ連邦が導入しようとしたインド移民法を反インド敵と批判して同法を改正に追い込んだ。この件はガンジーからも高く評価された。1914年に第一次世界大戦が勃発したため任期が6ヶ月延長された。改戦から最初の2年ほどはインドナショナリズム勢力も戦争協力に 前向きな態度だったので、基本的に彼の在任中には、インドの治安が不安定になることはなかった。しかしムスリムは、ベンガル分割取り消しや、オスマントルコ帝国との改戦に不満を抱いており、反イスラム勢力はしばしば、トルコやドイツ帝国と連携を図ろうとも論んだ。ハーディング卿は、こうした、戦時中の、反政府活動には徹底弾圧の姿勢で臨み、 1915年3月にはインド防衛法を制定してインド市民の様々な基本的人権を停止した。1916年4月にイギリスに帰国すると外務省事務次官に復帰し、1920年11月まで務めた。大戦で長男や元副官3人を失う悲劇に見舞われた。1920年11月から1922年12月まで、 在フランス大使を務めた。1944年8月2日に死去。長男は子供のないまま第一次世界大戦で戦死していたため、爵位は次男のアレクサンダー・ハーディングが継承した。1910年7月21日に以下の爵位を新規にノブされる。1890年に初代アーリントン男爵ヘンリー・スタートの娘、ミニフレッド・セリナと結婚し、 彼女との間に以下の三氏を設ける。ありがとうございます。